こんにちは、撮り鉄子供のホガランです。今僕はキスケーキにいるんですけども、今入ってきたキア120のビンゴ落ち合い行きに乗って終点のビンゴ落ち合いまで行きます。そして今入ってきたキハ120の200番台にはありがたいことにボックスシートが設けられていて、そのボックスシートに座って快適な旅をすることができます。今回はその様子を皆さんにお送りしたいと思います。向こうの松江行きが先に出発、向こうの列車にはロングシートしかないので、ビンゴ落ち合いまであれで行こうと思ったら結構きついです。だからこそこの200番台が来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったのです。6時45分、ビンゴ落ち合い方面の一番列車が動き出しました。今からビンゴ落ち合いまでの2時間ほど、キア120での快適な鈍行列車での旅です。隣の駅、日登りです。この駅には小さな展示場というものがあり、昔の列車のヘッドマークなどが飾ってあります。ちなみにこの後ろの車両は出雲横田で切り離します。のどかな風景や緑がたくさんある、それがこの木月線なのです。木を出発して一番最初に出雲と着く駅、出雲稲荷に到着です。向かいのホームには普通列車の新宿行きが止まっています。多分出雲横田とかそこら辺から来たやつかな。新宿行きの普通列車が先に発車します。続いてこっちの列車も出雲稲荷を出発します。ここは亀岳です。この駅には名物の蕎麦屋さんがありますが、今の時間はやっていません。出雲横田に着きました。この駅で後ろの車両を切り離します。切り離しを終えて1両でビンゴ落ち合いに向かいます。三段スイッチバックの起点出雲坂根と、ここは1駅か2駅ぐらいしか駅がないですが、結構時間がかかります。なぜかというと駅間距離がむっちゃ長いからです。前の方に来てみましたが、キア120って結構見晴らしがいいですね。
まあこれ扉の近くから撮ってるんですが、結構開放的です。線路には雑草がめちゃくちゃ生えています。一回だけあそこに寝転がってみたいです。まあ枕木とバラストでボコボコやと思いますけど。そんなこと言うとったら、まもなく出雲坂根に着きます。出雲坂根駅は文字通り三段スイッチバックの根元にあるので坂根なのです。向こうからスイッチバック二段目の線路が降りてきました。この駅であの線路と合流です。そして次はこの駅で向きを変えてあの線路に入っていきます。この出雲坂根駅は延命水が有名です。8時24分まで日光を浴びときます。まあ、24分までおったら乗り遅れてしまうので、発車の少し前には車内に入っておきます。さあ三段スイッチバックに入っていきます。僕は三段スイッチバックのことを3回向きを変えるから三段というのかと思っていましたが、そうじゃないみたいで、2回向きを変えて線路が3段になるので3段スイッチバックというらしいです。ちなみにこの話をここで話す必要があったかと言われればそうでもないです。そしてさっきまで通っていた線路を横目にまた峠を登っていきます。向こうに屋根が見えてきました。それと同時にまた3段目の線路が見えてきました。そう、あそこに駅はないですが、そしてこのようわからへん謎のスペースで方向転換をします。ここは他の場所とは違って本当に人の手が全然加えられてないみたいな雰囲気がしています。まあ、線路敷いてある時点で人の手は加えられてるんですけども、でもやっぱりなんか放置されてる気がします。運転手さんが丁寧に案内放送をしてくれました。ここから三井の原に向かって進んでいきます。次の三井の原は JR 西日本で一番標高が高い駅です。下に見えている赤い屋根、あれは出雲坂根駅です。さっきまであそこにおったのにもうこんな高いところまで来ました。やっぱ鉄道ってすごい。そしてトンネルを抜けるとそこはあの景色の綺麗な有名なところです。絶景や。そう、あの現地の僕が言ってる通り本当に絶景です。でこれ景色のいいところってさっき言いましたが、ここなんか名前ありましたっけ、オロチループじゃないわ、観光牧場、なんかなんて名前でしたっけ。そんなことを考える暇もなく列車は加速。昔向こうにある道の駅から列車に対して手を振りたかったのに雨で運休になってた思い出があります。さあ来ました。ここが三井原駅、 JR 西日本で一番標高が高い駅です。そうなんです、ここが一番標高が高い駅なんです。ビンゴ落ち合いじゃなくてここなんです。ただそんな三井原駅もあっけなく発車。そろそろ楽しかったキア120の鈍行列車の旅も終わりを迎えます。
この線路は芸備線の線路。あの線路が行き着く先は三好です。まもなく終点のビンゴ落合に着きます。いやー楽しかったなって考えていました。この時は、あ、ちなみにこの時はとか含みのある言い方してますけど何もないです。向こうには芸備線三好行きが止まっています。新見方面は落石の影響で運休していました。もう今は復活してんのかな。ビンゴ落合に着きました。それではこの動画はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画にご期待ください。さよなら。